佐々木エルザさん21歳今年のミスワールド日本代表です。身長174センチ体育大学の学生で陸上競技で鍛えたしなやかな体型が魅力です。ミスワールドは58年の歴史を持ち、ミスコンテストの草分け的存在。世界140カ国の国と地域の代表が参加します。エルザさんは去年秋に開かれた日本代表選考会で3600人の応募者の中から選ばれました。エルザさんが育ったのは鳥取市鹿野町、人口4000の山あいの町です。今は11月から南アフリカで開かれる世界大会に向け準備を進めています。どれぐらい走ってるんですか？そうですね、毎日5、6キロ走ってますね。ジョギング、ヨガにウォーキング、美しさに磨きをかけるメニューに毎日取り組んでいます。しかしエルザさんは今ミスワールド世界大会に思いがけない審査基準があることを知り、頭を悩ませています。世界大会の出場規則です。そこには容姿の美しさ以外にも様々な審査のポイントが記されていました。人間性の魅力や社会奉仕活動などへの意欲、内面的な部分も重要な審査の対象でした。エルザさんが過去の出場者に聞いたところ、福祉施設に連れて行かれ、そこでいかに振る舞うかまで見られたといいます。私の思ってたそのコンテストっていうのは、ステージ上のことだけをずっと考えてたんで、舞台度胸はものすごくあるので、そこにはすごく自信があったんですけど、その、一日中見られてる自分っていうのにどれだけ自信がついてるんだろうって。悩んだ末、エルザさんは少しでも社会経験を積もうとボランティア活動に取り組んでいます。犯罪があるときにコンビニに駆け寄ってもらって、110番通報をさせてもらうと、はい、とても。この日はコンビニエンスストアで行われた警察の防犯キャンペーンに協力しました。子供からお年寄りまで積極的に話しかけます。宣伝してもさせてもらってるんだけど、なんか夜とかね、塾とか部活帰りに遅くなった時に変な人にね、声かけられたりとか。バイバーイ。かわいいね。この日は高齢者や障害者のリハビリ施設を訪れました。障害がある人のメイクを手伝います。生活の質を上げるための取り組みです。こちらの女性は徐々に体の機能が衰える難病にかかっています。発病してからマニキュアをつけ始めました。マッサージをさせてもらってもいいですか？してください。はい、ありがとうございます。ここが一番その爪がね、メイクやマッサージはエルザさんの得意分野。女性の目線に腰を落として熱心に話を聞きます。さまざまな経験を積むことで精神的に成長したいとエルザさんは願っています。まだまだ私には物足りない部分がたくさんあるんで、そういう部分では本当にこういう経験を通して少しずつ感じることができているのかなっていうのは、思います。で
しいです。ありがとう。内面から美しくなるにはどうしたらいいのか、エルザさんの挑戦が続きます。全然役に立たないな。日本代表の佐々木エルザさんが子どもと女性の安全安心大使に任命されました。鳥取出身で2009年度ミスワールド日本代表の佐々木エルザさんに、今日鳥取県警の神崎哲郎生活安全部長から地域の安全を守る子どもと女性の安心安全大使の委嘱状が手渡されました。エルザさんは続いて開かれた鳥取県コンビニエンスストア等防犯協議会の設立総会にも出席しました。この協議会はコンビニなど24時間営業の店を中心に防犯ネットワークを作り、何かあった時に女性や子どもなどがすぐに駆け込める安全安心ステーションとしての確立を目指して作られたものです。コンビニエンスストアなど明るい場所に駆け込む場所ができるってことが伝えられるように頑張っていきたいと思います。この後エルザさんが早速鳥取市内のコンビニエンスストアを巡回し、地域の安全への協力を要請していたということです。24時間営業しているコンビニエンスストアを地域の防犯拠点にしようと、県内のコンビニ各店が参加した協議会が設立されました。この協議会は県警察本部や県内165店舗のコンビニなどが設立したもので、総会で県警察本部の神崎哲郎生活安全部長がコンビニエンスストアの協力で防犯体制の連携を一層強化していきたいと挨拶しました。続いて活動を推進する安全安心大使に鳥取市出身でミスワールド日本代表の佐々木エルザさんが委嘱されました。協議会では子どもや女性などに声をかけたりつきまとったりする被害や不審者の情報を警察を通じてコンビニの店舗に送り情報を共有することにしています。大使を委嘱された佐々木エルザさんは早速鳥取市内のコンビニエンスストアで訪れる客にチラシを配り活動を PR していました。コンビニで宣伝させてもらって、コンビニエンスストアなど明るい場所に駆け込む場所ができるってことが本当に一人一人の大事な命につながると思いますので、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。大阪来る人は横でした。対する声かけや女性へのつきまといなど性犯罪につながる行為を未然に防止しようと、このほど鳥取県警察と県内のコンビニエンスストアが防犯活動を行うことで連携することになりました。22日鳥取県警本部で設立総会が開かれました。はじめに2009ミスワールド日本代表の佐々木エルザさんが子どもと女性の安全安心大使に任命され、鳥取県警の神崎哲郎生活安全部長から委嘱状が手渡されました。続いて行われた設立総会には、鳥取県警やコンビニ、県教育委員会の関係者らが出席し、活動内容について話し合いました。この中で子どもに対する声かけや女性へのつきまといなど性犯罪につながる行為を未然に防止するため、身の危険を感じた際にコンビニエンスストアを駆け込み寺とする活動を行うことが報告されたほか、日頃からメール、ファックスによる情報共有を行うことや、夜間の警察官の巡回パトロールを強化すること、駆け込み寺を表すステッカーを今回連携する県内のローソン、ファミリーマート、ポプラの計165店舗に貼り出すことを決めました。また県警はこれから学校が夏休みに入ることから、夜間コンビニにたむろしたり飲酒喫煙する青少年を見かけた場合、警察に連絡をするようコンビニ事業者に要望しました。鳥取県警が去年補導した青少年は県内でおよそ3900人、このうちコンビニでの補導がおよそ300人と大きな割合を占めています。県警ではコンビニと連携することで子どもや女性が犯罪に巻き込まれるのを未然に防止できればと期待を寄せています。コンビニです。
はい、やはりセーフティーステーションとしてですね、子どもさんであったり女性の方の駆け込み寺としてですね、お店に立ち寄っていただいたときに迅速に110番をする、もしくは保護をさせていただくといったようなところで活動をさせていただきたいと思っています。子どもや女性が安心して暮らせる街を目指そうと協議会が設立された話題です。町の主要な幹線道路沿いに点在するコンビニエンスストアが声かけや付きまといから子どもたちを守ろうと防犯協議会が設立され、7月22日、鳥取県警察本部で総会が開かれました。鳥取県内には24時間営業のお店がおよそ200店舗あり、協議会を設立し防犯ネットワークを構築。コンビニが子どもや女性が安心して暮らせる地域の安全安心ステーションを目指すものです。総会にはコンビニ関係者をはじめ警察本部、教育委員会の職員など27人が出席し、子どもや女性が店内に駆け込むことで犯罪を未然に防ごうと協議が行われました。このうち警察とお店の情報の共有と連携について、メール、ファックスを活用した連絡体制の確立と、店舗には安全安心ステーションを PR するステッカーを添付することが確認されました。ありがとうございます。入口付近ということで頑張ります、はい、続いてこの日、子どもと女性の安全安心大使に任命された2009年度ミスワールド日本代表で鳥取市鹿野町出身の佐々木エルダさんが市内のコンビニを巡回しました。佐々木さんらはお店の店長らに協力を呼びかけるチラシを手渡したほか、来店する買い物客にも呼びかけ、安全安心ステーションを PR していました。万が一皆さんの身に、不審な人がつきまとったり、声をかけられたりしましたら、交番所またはこういった24時間営業されているコンビニエンスストアさんに、駆け込んで助けを求めてください。私たちは警察はコンビニエンスストアさんと一緒になって皆さんの安全を守ります。鳥取県警察本部ではコンビニエンスストアに対して速やかな通報を呼びかけるとともに、夜間のパトロールを強化していくことにしています。りんたろーチョイス、今日はですね、ワールドワイドに活躍する沖縄の女性2人ご紹介します。その2人とは、世界の3大ミスコンテストの一つ、ミスワールドの2009年日本代表佐々木エルザさん、そしてエルザさんのファッションデザインを担当する比嘉恭子さん、いろいろお話を聞いてきました。日本代表に決まりましたミスワールド、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。どんなお気持ちでした、決まった時は。もう光が当たった瞬間、よっしゃ私に来たっていう感じでした。で、冠をかぶった瞬間に頑張ってた気持ちが一気に溢れてきて涙が出てきました、ね、そうですか、はい、で、なんとエルザさんはお母様がうちなんちゅ。そうなんですね。私は11年間、生まれも11年間ずっと沖縄に育ってましたね。あ、じゃあ沖縄出身なんですね。はい、沖縄出身です。で、今は現役の大学生で。はい、今現役で日本女子体育大学に通ってます。すごいヘルシーな学校に通ってますね。結構ガッツあるんですね。そうですね、もうガッツだけが取り柄。いっぱいあるわよ、取り柄。比嘉先生、結構僕たちが知ってる以上に過酷な大会なんですってね。2週間がイギリスで、あと3週間が南アフリカのヨハネスブルク。本当にもう2つの季節の自分をどう出せるかっていうのもある意味面白いなと。そうですね、はい、ミスコンテストっていうと大体美しさ
とか知性とか、うん、そういったところだけな感じがするんですけど、今回体力も100メートル走、山登りのかけっこ、それから腹筋大会、そこでは一番にならないと、もう体育大としての代表でもありますから、うん、何でも来いっていう感じなので、もうみんなやっぱりいろんな国からやってくるので、いろんな人がいるじゃないですか、はい、そこでどれだけの自分が出せるかなっていうのがもう楽しみで仕方がないです。あ、はい、ファッションコーディネートに関しては先生がすごく骨を折ってくださってるみたいですね、はい、世界の美女が集まってくるじゃないですか、うん、だけどその中で埋もらずにどれだけ目立つか、うん、もうそれは作戦勝ちだと思うんで、日賀さんと練って練って目立つことを任せて最後にあの意気込みを聞かせてもらえますか、はい、もう絶対に世界一になって沖縄代表だっていうことで、もう日本をアピールして頑張りたいと思います、はい、世界一番です。よし、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ってください。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。I do, I love you. If you lie, I hope to die. So be sure it's true when you say I love you.